か空がね一つにつながってるように、そういう同じ思いで行こうっていうのがもう最初から今までもそうだしね。それはやっぱり軸はねこうぶらさないように、僕らもちょっと無理をしてでも頑張ろうっていう、そんな感じでやってましたけどね。旭川線をたくさんご利用いただきありがとうございます。旭川の美味しいものをたくさんお届けします。私の作った時を食べてください。こちらのトマトが、夏には色づいて、皆さんのところに、お届けできると思います。大雪お土産博、大雪お土産博、大雪お土産博、ぜひお越しください。ぜひ皆さんお越しください。ぜひお越しください。セントレアでお待ちしてます。